はい、いきます。4月の30日日曜日の朝のひな、はいはい、今日も可愛いひなたちを見ていきましょう。はい、元気だといいな。いや、元気でしょ。うん、はい、元気であってほしいよ。うん、いやでもあの時期のひなはデリケートなんですよね。開けたらキツネが出てきたやばうん、そう、猫とか入り込んじゃったら結構やばいと思う。あ、でもこの辺いるからね、この換気扇の隙間とか。あ、いやいや、どっか開いてて、ああ、うん、で、気づかずにそのまま閉めちゃって、閉めちゃうねっていうことに最近思い当たって、作業中は閉めようと思った。確かに、うん、はい、お待たせ。犯人はみたらしちゃんでした。いいや、みたらしちゃん来ないから、こっちにはかぶんなくて平気。大丈夫大丈夫、いいよ、はい、おはようございます。おはようございます。はい、弁当は最小限に。はい、今日も元気にホワイトノイズが、はい、流れてます。相変わらずこの部屋の中は暑い。まあ、外がちょっと涼しいんでね。え、あー、あまりよろしくない。ここにいっぱい虫除けまいてあるんだけどね。生き残った男の子ああ、いいですね。はい、おはようございます。 27.4 度の 41%。 乾きすぎず、湿気が多すぎず、はいはい、ちょうどいいと思います。はい、いいと思います。元気そうですね。はい、じゃあ、ともちゃんに記入してもらって、うんうん、ひなの方を見ます。嘘です、これ測ります。お願いします。いや、みんなおはよう、元気かい。はい、測ります。こちら、あ、熱っ。28.7 と 30.5、はい、なんかいつもより暖かめというか、まあまあ良いと思います。はい、おはよう。みんな生きてるかい。来てますね。だんだん餌なのか糞なのか、うん、床がすんごい汚れてきた。まあ餌の食いっぷりは良さげ。ぶちまけて周りにさーってなってるのは餌っぽいですね。餌はちゃんと全部食べてるね。昨日いっぱいあげたのに。偉いぞ。偉い。おはよう。おはよう、みんな。かわいい、かわいい。なんかねえぞってなってるな。あげましょう。ご飯ないじゃないかって。人が来たらくれるんじゃないのか。賢いぞ。何番だお前は。3番じゃねえか。食い地張った3番はこいつです。おう、ひな常に食べてるよね。そう素晴らしい。エリートラチュ、エリートひな。餌を求めて3000人早いね。性格は臆病だ。臆病。ちげえな。攻撃力は高いぞ。せっかち。だね。おはようございます。暗いとこはちょっと残り気味だね。見えないのかな。かもしれない。じゃあ餌の、そろそろライトとかつけた方がいいのかしら。あ、あの小さめの。そうそう、でもあいつ光強くない。ね、強いんだよね。この辺に高めのとこにつけといて。だね、疑似太陽みたいな。あり
やってみるか。はい、だんだんみんなが光に慣れてきたということで、ライトをつけようかしら。はい。よいしょ。家に置いちゃうか。はい、今日も、ね、それね、餌ではあるんだけど、もうちょっとで餌皿にね、あげるから床はつかずに待ってなさい、3番。よし、今日も3分の1杯あげちゃいます。はい、みんな良かったね、餌の量が増えて。もっといっぱい食べたらね、もっといっぱいあげるよ。みんながそう食べてくれるから増やせる。そうだよ、いいよ、健康的にいっぱい食べな。どうしたどうした、ごめんごめん、どうしたの、チミ、びっくりしちゃったね。君は落ち着いてるね、早いな君。例えば足バンド外すんだっけ。あ、そうでした、外そう。どっかにスマホ置く取らない、いや、回したまんま壁に立ちかけるとか。なるほど、私一人でやった時に。あ、なるほどね。そう、どういうこと。角っこがおすすめかな、ここら辺。あ、ここら辺ね。そう、ちょっと失礼、多分それで映ってると思う。お、食べてる、早っ、映ってる、いいですね。さて、アシュバンドちゃんは何番を取らないんだっけ。12番は取らない。こいつは、こいつ何番。あ、いた。あいつが12番でしょ、うんうん、あいつ以外を取ればいいんでしょう。そうですね、侵入します。はい、僕はダチョウです。うわ、柔らか、全く気づいてない。ごめんね、ごめんね、足の裏汚ね、ごめんね、痛い。いよいよよ、あ、これは歩きにくそうだね。ゴムががんじがらめだね。頑張って止まって、はい、自由だよ。いらっしゃい。鍵が解かれてもう走り回れるんじゃないか。さて、君もだよ。はい、こんな感じで足バンドをしているので封印を解いてあげます。ダチョウはね、足が命なので。足が開いてしまう。ダメよダメよ、あー、やめてやめて、ダメダメダメよ、ごめんね、いじめないで、ダメダメ。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。泣かないで、ごめんね、怖い思いしたね。これからもするんだよ。うん、失礼。本当はね、このね、足バンドをダメよ、つつちゃダメよ、つつきに来ちゃダメよ、ダメだからね。ついていいのは、つつかれていいという角度はね、ある人だけだよ。はい、どうぞ、いってらっしゃい、バイバイ。3話分取ったけど、うんうん、どんぐらい。そいつ12番はいはい、だよね、こんなもん。そうだね、いた、え、いた、あいつが12番か、ってことは、ここ、こいつは違うんだ、見えない失礼します。何番ちゃんですか。で、11番だった、外そう。はい、エースストライカー。11番もエースストライカーなの。え、 10番だっけね。うん、10番。はい、ゴーエンジはやめて。ゴーエンジは何番だ。
ごめんね。すぐ外すからね。痛い。慌てないで。やだ。やだやだ。はい。ああ、離してー。あ、とととととと。落ち着いてね。ちょっと君そこどこか。あ、大丈夫大丈夫。すぐ立ち上がる。よーし。偉いぞー。はい。はいはいはい。多分これで全部じゃないですかね。うん。さて皆さん、さぞドアップなヒナが見れたことでしょう。はい、今日から新たな太陽がつきます。今までは薄暗かったものが今日からちょっとした、あ、やっぱりでもここにつけたらどうなるんだろう。あ、か、あ、明るい、明るい、あ、やっぱり向こうかな。よ、よ、やっぱりね、太陽ですね。あ、どこの紐が。よいしょ。はい、みんなよく食べてます。はい、だんだん明るい空間に慣れさせていこうということで、うん、早いかな。太陽をつけてみます。明るいね。まだ明るい。大丈夫かな。明るすぎないかな。いいよ。動く太陽。動きます。可動式。いいよ。どうだいみんな。大丈夫そうかい。眩しくないかい。目がやられていないかい。ちょっと眩しい。この高さなら平気か。暗がりにあった餌はちゃんと見えるね。そうだね。暗い場所がなくなったというだね。まあいいかな。明るさの調節ができるやつだったらいいんだけどね。弱中強みたいな。ああ、まあでもいいかしら。いいね。これでみんなもヒナがよく見えやすくなったんじゃないですか。ナイターみたいな感じで。はい、はい、水交換したっけ。あ、これからやります。はい、ということで、はい、本日4月30日日曜日のヒナの様子でした。みんなチャンネル登録高評価してヒナを応援してね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。いいよ。